仕事を増やされた、ふわちゃん騒動1ヶ月、編集現場の怒り早まず、有吉の夏休みで人気アイドルが巻き添えに8月31日、フジテレビは9月7日放送予定の、有吉の夏休み2024密着77時間インハワイについて、ふわちゃんの出演部分を編集して、放送することを明らかにした。同番組の公式ウェブサイトが更新され、理由としては、今回の不適切な投稿を受けまして、としている。 フワちゃんは、安子への不適切な暴言を含む投稿をしたことにより、8月11日から芸能活動を休止している。多くの出演番組が、不適切投稿と活動休止発表を受け、対応を見せていたとあって、有吉の夏休みの判断も注目を集めていた。2013年から特番として続いている、有吉の夏休みは、人気タレントの有吉弘之さんが、仲のいい芸能人たちとハワイで夏休みを過ごす様子に密着するものです。 講師ともに、有吉さんと仲がいいことで知られるフワちゃんは、ブレイク後の2021年から、ほぼ毎回、出演するレギュラーのようなポジションでした。8月3日の、番組公式インスタグラムに投稿された出演者の集合写真では、フワちゃんが有吉さんに抱きつく姿も映っていましたが、現在の番組公式サイトでは、彼女の存在は、跡形もなく消えています。芸能記者。すでに対応して放送した、行列のできる相談所、日本テレビ系は、 ふわちゃんがカメラのフレーム内に入らないよう調整するなど、苦心の跡が見られていた。有吉の夏休みも同様に、ふわちゃんの姿を一切映さないことになるようだ。スポンサーの反応次第では、番組がお蔵入りになる可能性もありました。有吉さんはじめ、出演者は売れっ子ばかりなので、撮り直しもできません。限られた時間内で放送に間に合わせるため、編集サイドはてんてこまいでしょう、当然。制作会社関係者は、 今回の有吉の夏休みを担当した現場には、疲弊ムードが漂っていますよ、と明かし、こう続ける。この番組は、ハワイでのロケ映像が中心ですから、出演者が並んで歩いたり、一つのテーブルで食事したりするなど、共演者同士の絡んだ動きが多いんです。フワちゃんの姿をカットするにしても、スタジオのひな壇でトークする、行列のできる相談所、とは、段違いに難しい。ただでさえ、数日間のロケを2時間に編集するのは大変な仕事。 それなのに、追加編集で負担が増えたことから、現場では、仕事を増やされた、と怒りのブーイングが聞こえてきています。改めて、ふわちゃんの言動が、安子以外にも大きな被害を生んでいることが浮き彫りとなった。そんな中、思わぬ形で巻き添えになりそうな人も、スノーマンの深沢達也さんの出演シーンが、予定より少なくなるかもしれません。深沢さんは過去の、有吉の夏休みに出演した際、ふかちゃんです。 と、ふわちゃんのポーズをモノマネしたり、寝起きドッキリを仕掛けたりするなど、ふわちゃんとの絡みが多かったんです。つまり、深沢さんが注目されるシーンで、ふわちゃんが映り込んでくるのは間違いありません。そもそも、彼女に言及しているシーンも全カットでしょうから、深澤さんに落ち度はなくても、出演シーンの大幅減少が考えられます。全出、制作会社関係者。出演シーンはカットできても、軽はずみな言動を取った事実が消えることはない。